本当にいろんな人がいる会社だと思います。ちょっと共通点がわからないぐらい、ただいろんな方がいて、そのいろんな方がうまく一緒に働いてるなと思うことがあります。日常ではありえない現象、非日常的な現象を起こせるプロダクトだとおもちゃは思っているので、そこに自分は魅力を感じています。連結総務人事室人事課というところで今人事のお仕事をしています。採用をメインに行っているんですが、連結のグループ全体のお仕事に関わらせていただいています。管理系のお仕事は経理や法務や、あと人事もそうですが、社員を裏から支えるようなそんなお仕事をしています。本当に個性的でいろんな人がいるなというのが一番最初に思った感想でした。ただいろんな人がいるからこそ、この会社がこんなにたくさんのアイデアを持った商品を生み出せているんだなというのを本当に日々感じていて、皆さん本当に共通してあるなというふうに感じるのが強い思いを持っているということです。こういうことを成し遂げたいなとか、こんなおもちゃを絶対に出してみたいというふうな、そんな強い思いを持った社員が本当にたくさんいるなというふうに日々感じています。管理系のお仕事という社員を支えるお仕事をしているので、やはり社員に感謝をされたりありがとうと言ってもらえるととてもやりがいを感じます。ファミリーデーという社員の家族やお子さんを会社に招待をして、職場について理解をしてもらおうというようなイベントを開催しているのですが、企画立案を1年目の時から担当させていただいているんですが、大変なこともたくさんあったんですけれども、それが実際当日運営されて、社員の子どもたちや家族が本当にこのファミリーデーに参加してよかっただとか、また会社に行きたいとか、パパすごいなとか、そういう感想を言ってくれているのを見て、非常にやりがいになるなというふうに感じました。このように1年目から大きな仕事を裁量を持ってやらせていただけることも、この会社のとてもいいところであり、よりやりがいにつながるポイントだなというふうに感じます。タカラトミー安全品質統括部プロダクト保証課という部署で、主に品質保証の業務を行っております。品質管理とは、その商品がきちんと安全でお客様に対して害がないか、受け入れられるかどうかっていうのを保証する業務かなと思っております。品質というものは、そのものが法律に触れていないかとか、遊ぶ上で怪我とか事故とか起こらないかとか、きちんと遊べるかどうかっていうのを、重点的に考えます。安全っていうのは尖ってる部分であったりとか、あと簡単に落として壊れたりしないかとか、そういった検査を経て安全性を管理します。性能っていうのは、お客様が遊んでクレームなどにつながらないかというものを、量産につながる前にみんなで検討して試作を重ねて、それぞれの課題をクリアしてようやく量産状態に持っていきます。でそこで品質管理業務終わりではなくて、市場に出た製品から厳しいご意見いただくこともあるので、どういうところが危ないかとか、どういうところが遊びづらいかっていうのをしっかり検討した上で、次の量産に対して改良をしていく。生産担当が設計した施策とかに対して自分が分かっていないと、どうしてもその向こうの言っていることが理解できなかったりとかもするので、施策がちゃんとこういう構造でこういう仕組みで動いているというふうに理解するには、そのギアとか、あとは材料、あとは構造、このあたりは機械工学の知識がないとちょっとついていけないかなというふうに思う部分があるので、機械工学をやっていてよかったなというふうに感じます。玩具業界 の、 その世界的な基準とか、日本国内の業界基準あるんですけど、そういった部分に携われるような人間が第一人者になれたらいいなというふうには思います。アジア戦略部という部署で仕事をしています。アジアでタカラトミーの商品を発売して現地でヒットさせるまでに関わる仕事すべてを担っています。アジア戦略部に配属されまして、2年間仕事をしました。でその後駐在をしたいという希望が叶いまして、香港の支社に2年間駐在をしていました。で今はアジア戦略部に戻りまして、香港にいた経験を生かして、アジアでどうやったら商品が売れていくかということを日々考えています。世界で130以上の国と地域で商品を展開しているんですが、その中でアジアでは、韓国、中国、台湾、香港、シンガポールなどの東南アジア諸国で商品を展開しています。日本の商品をそのままアジアで発売することと、あと
その国の言葉に直してパッケージをローカライズすること、それからアジア限定の商品を作ること、すべてやっています。だんだんと現地に行って近いところを見て、いろいろまた勉強して仕事をしたいなと思う気持ちが大きくなりました。行ってみる前はもともとアジアでタカラトミーの日本の商品が現地の人に受け入れられるのかなっていうのが実感としてあまり分かっていなかったんですが、実際に子どもが手に取ってこれ欲しいって言っているようなところを見れたりとかして、日本で売れている商品、アジアでもたくさんの子どもたちに喜ばれているんだなっていうのが実感することができました。駐在する前は、どうやったらその国の人が分かるように自分の趣旨が伝わるかっていうのが正直よく分からなかったんですけども、現地に行ってみて実際にそのものを見せたりとか写真をつけて説明しないと伝わらなかったんだなとかいうことがよく分かるようになりまして、今はコミュニケーションがかなり楽になったなとか、物事が進みやすくなったなと感じることが増えました。積極的な人にはいくらでもチャンスがある場所だなと思います。私も会社に入るまではまさか自分が海外で駐在をして仕事をするとは正直思っていなくて、チャンスをもらいましたし、もし今他の仕事をしていたら今の自分はなかったかなと思うことはたびたびあります。仕事が楽しいなとか、自分はいい仕事してるなって目をキラキラさせられる大人で居続けること、あともう一つの大きな夢は子供を産んで頼れるママの社員になることが夢です。ボーイズ事業部というところで小学生の男の子向けにおもちゃを、作る部署にいるんですけども、そこでこちら のベイブレードバーストの企画開発の方を担当しております。ぶつけ合って戦うコマのおもちゃなんですが、今回のこのベイブレードバーストというのはもう一つ新しい勝ち方というものを追加した商品になります。バトル中に一定以上の衝撃が加わると片方がバラバラになるというような現象が起こります。このバーストという機能を入れたことによって本当に最後の最後の一瞬まで勝敗がわからないドキドキ感というものが加わった新しいベイブレードになります。企画っていうのが一番肝になる部分で、自分たちがまずもう子供の気持ちになっておっと思うかとか、なんかこう驚きがあるかとか、何かグッとくるかとか、その軸があれば、あとは開発っていうのはもう単なる作業だと思っていて、大変なこといっぱいあるんですけども、考えなきゃいけないこととか、でも結局はその最初にグッときたところのこの軸をどういう形に読み出していくかっていうところのその橋渡しの作業みたいな感じですね。次々と新しいものを生み出さなきゃいけないっていうのが忙しさでもあり楽しさでもある、ある意味もう仕事してんのか遊んでんのか境界線がなくなるぐらい非常に毎日楽しくやってます。すげーって思われたいんですよね。なんかこう新しいものを出した時に、うわそんなもの考えたこともなかったって言われたりとか、天才だねとか言われたりとか、なんかもうすげーって言われたいんですよ。